はい、どうもこんばんは、道理源です。パート22やっていきましょう。さあ、ポスティング交渉からサクサクっとやって、あー、道理の選手一人もダメだったか。まあしょうがないよね。さあ、海外留学をする前にちょっと五島くん見ますか。今日の五島まだいるやん。何なんだろう、この積極盗塁、積極走塁を買われたんかな、謎。さ、海外留学を、やっていきましょう。今年はどこ行ける、ドミニカンか、ドミニカン、ヨーロッパ、アフリカ、チャイナ、オーストラリアか。誰行かそっかな。若手行かせようか。若手以外いねえわな。中込くんさ、去年ダメだったからちょっと武者奉行行ってこい、修行行ってこい、修行。あとはまあ原井くんも行かすか、ならその一環で払いと長ゴミを、どこ行かそう。コントロール、いや、コントロールとかじゃなくて特徴な、特の2つ持ってこい。2人とも能力はあるんだから、あとはそういった技術を学んでこい。いけ、頑張ってこいよ。あと2ヶ月で帰ってくる、いいね。早く帰ってくるのは OK。さあ、清川が、清川辻が衰え始めてるんかな。これまあ向こう山はしょうがない、もう衰えてるの分かってたから。大峰、入江くん、大峰も衰えてるか。あれ、利根川総力下がってる。え、中江も肩が下がって、うわー、これやばくねえか。いや、これやばくねえか。主力の選手がどんどん衰えてないか。まずいね。そうか。やばいな、ちょっとやばいな、これ。このままいくと痛い目見るな。よーし、ペナントレース開幕。2033年、もう13年目ですね。早いもので、もう13年目ですか。本当に早いね。まあ、とにかく今シーズンも優勝を目指して、もう優勝できるぐらいの戦力が整ってると僕は思ってるんで、頑張っていきましょうよ。まあ、いつも通り、開幕戦を、軽く見ながら行こうかなと。そうだな、今日は、利根川見ますか。今年、ちょっと頑張ってもらいたい選手。センターという大きな穴を埋めれるかどうか、利根川。頑張っていけ。いよいよプロ野球ペナントレース。オリックスバファローズとの対戦。山本いないか、誰だ。バファローズの先発は切れ味抜群の変化球投手中尾。中尾くんの先発は未来の中尾くん、わからんな。この両投手の先発が発表されています。熱き戦い。中尾のか、あの能力だけ見ようか。とか今のオリックスがどういう選手がいるの。中尾マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり。さあ、利根川、上林、あー、このオーダーだな。あー、太田が太田ここなの。なるほどね。中尾6年目強っ。
いい生え抜きだな。さあ、利根川頑張っていけ。投げました。初球打ちました。フラフラと上がった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは帰ってきた。同点で迎える。さあ、利根川、もう2打席目はもう何も言わない。何も言わないからもう頑張ってけ。ただそれだけ。打ちました。一二塁間のゴロ。取ね。取った。一塁を送る。アウト。マカお前。ランナーありません。何やってんのよ。さあ、いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。ターニングポイント。バッター徳丸。外角低めいっぱいストライク。徳丸、追い込まれる前に打ってください。お願い。さあ、次の投球。高速スライダー。オッケー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 。第3球を投げた。もう。いいよ、ツーワン。狙ってけ。第4球を投げた。これは悲しみの扇風機。第5球投げました。アップなアップな。おおおおお、わからんぞ。第6球をランナー一斉にスタート。ナイス。押し出し。ロリッチ。徳丸よく見た今。追い込まれながら。さあ、勝山。ムービングファーストはボール。今年はお前が次の投球決まってストライク。ローリーズを背負っていけ。第3球を投げました。わあ、今ワンツー入ったか。まあ第4球を投げました。あー、空振り三振。さすがエースだな、相手も。さあ、向こう山マウンド上。ピッチャーは東北の防波堤向こう山。最終回3年ぶり4年ぶりですかね。 4シーズンぶりの復帰です。投げました。ストライク。まずは見送りました。あ、向こう山、その独特のフォームで抑えてください。そのカーブ、ナイスなカーブ。ショート落下点。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、守備の名手伊丹。今日はここまで4打数1安打1三振。さあ、ただここら辺きっつい場面だな。2番3番4番。さあ、次の投球投げた。危ない球。さあ、スローカーブ。いや、いい球だな、向こう山のスローカーブ。第3球。芸術点が高いんだけど、今の1球外す意味あったか、松田に。マッツ投げた。お、いいね。打ち返した打球はセンターへのフライ。オッケー、スタート。大事にボールを取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは平際の。さあ、西浦。バブローズ、最後のバッターに。いや、西浦くん、なんか、頑張ってほしいな。初球ストライクから。リアルの方で頑張ってくれ。第3球を。さあ、あと1人投げた。内角低め。ツーワン。外れてボール。投球これから4球目。打った、流し打ち。あー、取れない。高見は取れない。高見な、足早かったら。投げた。低めボール。カットボール。どうだこれ。サードから一塁送球。あー、ぶねー。よく取った。よく投げた。ゲームセット。2対3。いい戦いの終わり方かな。さて、今日の重松が6回1失点で、まあ、あの中継ぎが1点取られたけど、最後向こう山が締めてゲームセットか。3対2、バブローズ1点差で敗れました。勝利投手は重松、敗戦投手は中尾、そして西武は向こう山。バブローズ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームオッケー。ヒサノに一発が出てますね。ここの4球4球は笑うわ。すげえな。岡野くんが初登板、初ホールドで、大平くんが1点取られたものの、最後向こう山が、締めてゲームセット。いいね、岡野くん初めて出てくれた。さあ、今シーズンどうなるか、頑張っていこう。お、向こう山200セーブ達成。羨ましい。あと50セーブであれか、250達成か。向こう山一回失敗してるけど、まあまあいいでしょう。帰ってきた。ハライと、中込。ハライくん。
いいね。闘志。緩急丸かな。あれ、スロースターターさ。あれ、え、赤徳持ってたっけ、ハライ。え、え、赤徳、え、なんかスロースターターゲットした。え、なんで、意味がわかんない。そんなハライくん泣くよ、そんなことやったら。イカスタ僕がパカじゃん。まるで僕がイカスタのがパカじゃん、本当に。嘘でしょ。そんな、まあいいや、頑張れ。おい、ハライくん撃たれた。いやマジか。スロー、いやースロースターターを覚えるの、それは聞いてなかったな。想定外なことが起こったな。はい、ここまで聞いて、交流戦前で、4.5 ゲーム差の2、まあ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 なところなのかな。よくやっとると言ってもいいんじゃない、去年に比べたら。で、いろいろまあ誤算とか想定外の選手が来たりとか、この岩田くんがね、去年ダメだったけど今年はよく頑張ってくれてる。一番バッターの選手が、まあ、まあ、この利根川以外いなかったんで、見る限り、今は岩田でいいんじゃないかなと。で、栗林、藤尾くんが今、ショート守ってます。まあ、豊岡と共に、疲れたら変える、疲れたら変えるっていう風にやろうかな。土井くん後で下げよう。で、勝山、松谷、徳丸。で、中江くんがね、今シーズンあまり、得点圏じゃなくて打率が上がってこないね。ここ変えたいな。こうするか。4番徳丸でとりあえず行こうか。ここからはよし、交流戦も、頑張っていこう。さあさあさあ、交流戦終わったんだけど、うん、なんとも言えんな。高見くんが対左が F になって、そのままスランプになったのが痛かったね。まさか高見スランプになると思わなかったんで、うわー、ここでスランプかーと。で、他で言うと、まあ中江と久野が上がってこないかな。まあ中江はだいぶホームラン上げてきてるけど、で、岩田が下がった代わりに水上くんが頑張ってるんで、今水上くんをスタメンで使っています。で、ここで言うと、重松とかはね、頑張ってるんだよね、ここのメンバー全員。あとは岩切がな、上がってこねえな。いや、今年はもう岩切下げよう。ハライくんちょっと長継ぎで使うか、天才。ビハインドでもいいよ。払いビハインドか、もったいないような気がするけど、まあオッケーオッケーオッケー。神田はね、勝ってるから使ってあげてる。勝ってなかったら使ってあげてないよ。まあ今日はこれぐらいで、また、交流戦明けからやっていきましょう。
よし、今日はここまで。グッバイグッバイバイ。